何それ。作ってきた梨、梨食った梨やばい。買った、買ったの。え、あれあなたが言ってたやつ。そう、インタビュー。あ、近いんですけど、あのゲストに対して近いですけど。今日どうですか、初めてのコンペですけど。ちょっと、はい、初めてで何があるか分かんないですけど、はい、精一杯頑張りたいと思います。あ、どう、ほら、ぽくなった。いいじゃん、ぽくなった。めっちゃぽくなった。ぽくなったよね。どうすか。あ、痛いね。ここから喋んねえから。久しぶりにファンとの交流なんですけど。気持ちいい。以上です。使えないな。仕事がプリントチーム。プリントチーム。メッチボこれ、これ私だぞ。はい、いいじゃないですか、オレンジ。リュックにつけとこうかなと思って。俺もなんかにつける、これつけるんだよ、みんなで。そうだよ、俺もこれにつけるわ。じゃあ確かにキャップいいね。キャップにつけましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。水筒水筒じゃない、水筒じゃない。水筒って騙して、水筒って騙して。あ、おはようございます。おはようございます。あのピンクオーディション、ピンクをピンクになりました、渡瀬あかねです。あ、ごめんなさい、なんかいろいろあれ、今日ピンクで呼ばれてるんですよね、私。あれ、ちょっとあの、はい、ピンクの T シャツもらって。あ、ごめん、ちょっとピンク脱いでもらって、あの、渡していって。あ、私、いや、ごめんなさい。ピンクで呼ばれたんじゃないですか。あれ、今日復活戦っていうピンク、ピンク配色。オレンジ。よかったです。よかったです。あ、すいません。お名前お伺いします。アグさんでいらっしゃいまってます。今日はブシネルレンタルやってます。みんなお借り来てね。まあ、これ流れる時に終わってんだけどね。確かに、確かに。今日限定です。楽しかったですね。コンペ、あ、楽しかったですね。ね、あの大盛況のコンペですよ。本当にありがとうございました、皆さんね。そういう感じ今日。今日こういう感じ。はい。いや、そこでです。はい。そこでなんですよ。はははは。皆さんがね。ほう。来てくれた。へい。モックネック。いや。その時にはプレゼントしただメツチボトル。ルー。販売します。ということでですね、まあまあ息合わない感じですけれども、いやー、あのモックネック結構人気でしたよ、はい、そうですね、はい、まあ限定ですからね、はい、はい、多く作ったんですよ。あ、はいはいはい、はい、で、うん、限定です。はいはいはい、もう再販ないです。なるほど。50枚ぐらいの50万人、はい、はい、50枚50枚リアルリアル数字来た、リアルの数字来た、はい、うん、50枚限定 50枚ぐらいしかないんで。なるほど、はい、なるほど。それを、はい、販売しようかと思います。よし、はい、はい、日程的にね、はい、お仕事だったりなんかいろいろ事情がありました、参加できなかった方買えます、ゲットできますということで、まあちょっとサイズ限りございますけれども、はい、そうですね、はい、あの枚数はいろいろあるんですけど、S、M、L、XL、XXL、AA、5種類、AA、はい、はい、でレディースメンズないので、A、まあ女性とかだったらまあ S か M かみたいな感じかな、A、はい、はい、ということで、はい、ね、これですよ、ね、これです、はい、もう待って、もう見えない、一旦見えないです、自分たち。
裏がね、はい、クールとユナイテッド、クールとユナイテッドね、はい、であとエビスコールフレンジャーって入ってますね、はい、うん、でこのまあフロントももう一度サイドなんですけど、はい、もうこれなんて書いてあるのってこうクアルトユナイテッドって書いてありますね、はい、でそこのねそう T の隣がエビスゴルフレンジャー、ね、そう O なんですけどそこにエビスゴルフレンジャーのロゴが入っている、はいはい、お値段の方はお値段ですか、はい、お値段の方行きましょうか、はい、はい、ですねはいはいはい税込みはい送料込みはい9800円なっ1万切りました1万切ったこれ普通にワルトさんが出してる生地を使って、はい、はい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 、はい、オリジナルで作ったやつなんで、はいはいはい、そうです。普通に言ったらそのクワルトユナイテッドのウェア、はい、ウェアですですよね、はい、そうなんですよね、はい、それが1万切ると9800円でほーお願いしますおいしい、はい、50枚50枚限定で、まあ、サイズ別でね、はい、サイズごとに50枚ではございません、はい、全てのサイズで50枚なので、はい、まあ、お早めにですね、はい、いろいろクリックしていただければと思うんですけども、はい、ちなみに、まあ、サイズ感ちょっと言いますか、はい、ね、サイズ感は僕が170センチ細身、はいはい、何キロ俺ね58うわお、そう細いんですよ、細いですね、そうでね M でちょうどいいかな、ちょっとちょっとダボめなんですよね、うん、ダボめというか、そうだね、そう、あのジャストサイズで着ようとかっていう感じではないんで、まあ、いつも着ているサイズでいいのかなって感じします、うんうん、でちょっとゆったりめになるので、はい、ね、で1個サイズ落としちゃうとそらそらでちょっとピチッていう感じもするから、ね、普段着てるサイズでちょうどいいぐらいだね。そうですね、だから僕は M サイズでちょうどいいぐらいですね、うん、で僕がね174センチ、はい、中年太り、中年太り、はい、うん、体脂肪、あと中性脂肪たっぷり、はい、うん、皮下脂肪やばい、うん、油多め、はい、うん、濃いめ、うん、濃いめ、はい、固め、まあ、うん、俺はね L です。あ、 L 着てる、はい、L 着て、お腹隠すために L 着てますから、はい、でリーダーとかブルーは、うん、ブルーはね、俺よりも身長あって178ぐらいある、うん、うん、そうだね、で、まあ、痩せてるんですよ、うん、60キロぐらいしかないけど、そうそう、彼も L 着てますね、そうだね、はい、うん、だからまあちょっとその辺を参考に、はい、メンズの方はしていただいて、はい、ウィメンズに関してはございませんので、サイズ展開ございませんので、はい、強制的に S と S だね、うん、みんな S 着ててちょうど良さそうな感じだよね。そう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 、うん、なんかあでかいなとか、あ小さいなとかっていう人あんまりいなかったから、そうそうそう、ということでまあ、うん、販売開始します、販売開始します、はい、はい、これが、モックネックでございます、はい、はい、もう1個です、はい、もう1点ですね、はい、はい、いきます、はい、これです、バズンね、メツチボトルです。ここにはね、Let's keep good manners、はい、ね、まあ、マナーを守ってね、うん、やりましょうとね、で僕ら、まあ、100名オーバーのコンペやったんで、まあ、いかんせんダフったり、ね、あのターフ取る方だったりいろいろいたと思うんですけども、うん、まあ、108名やった後のね、あのゴルフ場っていうのは、まあ、ある程度やっぱりダメージがあるわけですよ、うん、その後も次の日もですね、うん、あの一般の方が気持ちよくゴルフできるようにということで、みんなでここにね、メツチを入れてね、うん、このコースをね回っております、回ってこう ね、はい、ね、何人もインスタでめっちゃストーリー上げてくれてたすごいんですよ、だから嬉しかった、ね、そういう意味では、まあ、僕らはねこうやってこういろいろ貢献できてるんじゃないかなって、うん、はい、ね、浅見さんもいろいろこうゆずきかして、ね、うん、やっていただいた部分もあるんで、ね、そういう意味では、まあ、ゴルフ場を痛めつけずに、うん、まあ、みんなで楽しくコンペができたかなっていう一つのアイテムでした、これが、はい、はい、ということでこいつも販売、販売します、ということでこいつのお値段、はい、限定35個、リアル、はい、リアル、はい、35個しかありません、ありません、はい、あので言ったらここにまあこうフックついてるんで、うん、ね、そうカラビナ、カラビナ、カラビナね、カラビナ、そうだからこれをね、キャディバッグかけるないし、何年何なりしてなんかニニニニってやってくれればいい感じなんですけれども、うん、お値段いきますか、はい、お値段なんと税込み、はい、送料込み、送料込み2800円、でもなんて言えばいいんですか、あのメツチボトルの僕ごめんなさい、俺もそアベレージな価格帯が分かんないんだけど、はい、某有名メーカーはこれね4500円でした、おおメツチボトルで、そんな、はい、あ、
結構お値段するんです。某有名メーカーです。でうちは2800円。はい、楽しくマナー守ってゴルフできればいいという形でですね、はい、もしよかったらこちらも、はい、メツチボトルもご購入していただければと思います。これは販売先は概要欄に貼ってあるんですか。はい、貼ってます。はい、なるほど、はい、ということでですね、こいつ2800円、はい、送料込み、はい、and こいつ、はい、9800円、はい、送料込み、はい、お願いします。ということでですね、あの皆さんサイズ限りございます、こちらはですね、はい、はい、よかったらですね、ご購入検討していただければと思います。はい、はい、伝え漏れございませんか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。ということでね、動画の途中でしたが、途中、あ、途中だったんだね、これは。あ、途中そうなんだね、はい、ということで、はい、じゃあ後半お楽しみください、動画ね、はい、はい、開会式の模様でございます。なるほど、はい、どうぞ。コンペの今日チーム分け受付でちょっと発表、ご案内させていただいたと思うんですが、それをちょっとイエローから説明お願いします。はい、おはようございます。トラスティーパートナーズプレゼンツ恵比寿ゴルフレンジャー第2回コンペ浅見のランなんですけれども、チーム戦お渡しさせていただいたバッジ、左胸ら辺についてるかと思います。でこのチームで平均のスコアを取って、そこで、まあ、1、2、3、4、5、1、6、7、8位と、分かれていきます。それによってですね、景品がいっぱい取れるか取れないか変わってくるので、色を意識してゴルフしてください。それでですね、もちろんシンペリの、スコアの集計で景品っていうのもあります。でこれが、集計方法がシンペリア、カット数がダブルパーカットで、ハンディキャップ上限が、無制限で、同じネットだった場合年齢上の人が、順位上になります。はい、これだけ、覚えておいてください。お後ですね、最初のパー3にこの8人のレンジャーの誰かがいます。で前半はその2人いる中のどっちと戦いたいか個人個人指名してください。で後半のパー3、最初のパー3は1人しかレンジャーがいません。その人とずっとタイマンになります。でこれを勝った方、ニアピンで勝った方は、レインボーの恵比寿ゴルフレンジャーのバッジを渡されます。これが後にグルメをゲットする、なんていうんですか、このこれ持ってるようなアイテムになるので、これをなくさずに取っといてください。はい。え、ナナイちゃん大丈夫だった？ナナイちゃんがね、途中でね、うんって顔したの。すごい気になったから。大丈夫？大丈夫？よかったよかったよかった。ご案内するんで。そうですね。はい。逐一わかんないことはですね、逐一レンジャーに聞いてください。はい。で、最後にですね、今日この豪華なコンペを作ってくれたのは紛れもなく、トラスティーパートナーズさん、協賛をいただいている、はい、でそのトラスティーパートナーズさんからちょっと朝一言ご挨拶をお願いします。代表の方よろしくお願いします。どうも皆さんおはようございます。おはようございます。トラスティーパートナーズということで、今日あのスポンサーという形で参加させていただくんですが、純粋にこのイベントを楽しみに来ました。うちからは今日7名ですね、参加させていただくんですけども、あのほとんどがちょっとゴルフ歴ペーペーの人間ばっかなんで、ちょっと同じ組になった方はどうぞ優しくしてください。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はあの真ん中に集まってるんですけれども、もう僕らがチャンネルを開設してからですね、ずっと仲良くしていただいている YouTuber、あとインスタグラムのインフルエンサーの皆さんいます。よかったらガンガン写真撮って、もうバンバンインスタ上げて拡散してもらえたら嬉しいんでね。ではね、ヤス君。間違いない皆さんおはようございます。高橋しみです。知らない人も多いと思うんですけど、私はウームに入る前に恵比寿の準レギュラーでした。幻の準レギュラーです。で3年前もコンペ参加させていただいて、あの久々のコンペにまた呼んでいただいて嬉しいです。皆さん最後まで楽しんでください。おはようございます。ゴルフ7チャンネルの高澤奈々江と申します。
私 YouTube は今2年半くらいやっていて、 YouTube 立ち上げた当初、YouTube 立ち上げてすぐに恵比寿ゴルフレンジャーさんとコラボしてもらったり、いろいろ恵比寿ゴルフレンジャーの皆さんには大変お世話になっております。今日は皆さんで楽しみましょう。よろしくお願いします。このままいっちゃう。ガリュードです。おはようございます。あ、おはようございます。恵比寿のみんなとは、だいたいゴルフと同じくらい夜も遊びに出かけ、いろんな情報を持ってますので、後で皆さんに教えます。教えます。はい、で、特に何もないね。何もないね、うん。よろしくお願いします。カリウドさんからは3名さん。カリウド。いや、もういいんじゃない。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。今日一日楽しんでください。はい、怪我なく、それだけです。はい、学校のせいないよ。他に何もないよ。まあ、みんな俺の70には勝てないでしょ。はい、そういう感じで一日思う存分楽しんでいただけたらなと思ってます。はい、運営の方。はい、そうですね。はい、ということで、はい、よろしくお願いします。おはようございます。ポンコツゴルフ TV のチュンです。今日はちょっと一ホール一番最初のスタートらしいんで、ちょっと挨拶代わりに OB ワンピして、ちょっと後ろの組をね、少しでも回りやすい空気にしておきますんで、今日は立ち位置お願いします。お願いします。どうも、イエスゴルフ TV のやすです。そしてですね、僕は実は、恵比寿ゴルフレンジャーブラックレンジャーとして、水面下で活動させていただいておりました。今日ね、この皆さんが黒、そしてこの僕らだけが浮いている、これ本当夢だったんで、夢叶ってよかった、よかったです。リーダー、おめでとうございます。おめでとうございます。僕らもね、すごい楽しませていただきたいと思いますんで、皆さんもぜひ一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。アオさん2やらせてもらってるアオさんです。よろしくお願いします。おはようございます。今日呼んでもらってありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。いや、以上です。おはようございます。ヘタッピコラス研究所へようこそ。私が主張のダッバードです。はい、で、ありがとうございます。恵比寿さんとは、一番多分長い付き合いなのかなと思っておりましてですね、このコンペに間に合わすようにですね、先週ベンツを納車したんですけど故障しまして預けてきました。はい、なので今日は田中君に送ってもらいました。本当に本当はい、なのでちょっとね、はい、で、個人的にね、ダバードボコボコにしたいというお客さんもいらっしゃるかと思いますので、個人的に言ってくれれば握りますので、皆さんはい、顔を打ってくれればと思います。よろしくお願いいたします。コンさんに勝ったらコンさんのベンツ乗ってっていい。本当ですか。ありがとうございます。おはようございます。ゆかちんまると申します。ピンクゴルフレンジ、ピンクゴルフレンジ、エビスゴルフレンジャーピンクオーディションに落ちました。なので、今日はオレンジを狙ってきました。オレンジもいるんだけどね。はい、オレンジももういるんだけど。あ、そっか。じゃあ今日はただ、私プッシュネルゴルフのアンバサダーをさせてもらってるんで、みんな今日レンタル無料なので借りてってください。あちらの南部さんに声をかけてください。じゃあ今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。月刊ゴルフ雑誌の、ゴルフトゥデイという雑誌のイメージガールをやってます。バーディーズの渡瀬あかねです。つまり、ありがとうございます。はい、私もピンクオーディション落ちました。しかも浅見でね。はい、しかも私が一番スコア良かったんですけど落とされたんで、皆さん今日みんな抗議してください。あと失敗した時はおっぱいボンバーってやって、気を晴らしてください。今日一日楽しみましょう。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。白女マネージャーの南です。私はピンクさん のあれにも参加させていただけなかったんですけど、次回なんか機会があったんで、今日チーム戦とのことで私
緑なのでグリーンの方ぜひ優勝を目指して頑張りましょう。今日天気もめちゃくちゃいいので、あの皆さんで楽しめたらなと思います。今日一日よろしくお願いします。さあということで森くん、はい、森くん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 、ご挨拶いいですか。皆さんはじめまして、アリアスゴルフの森と申します、いつもあの YouTube の方でお世話になっております。で今日もあの見ているとあのかなりの方がアリアスゴルフ あのシューズ履いていただいてありがとうございます。あの今日はちょっと、ゲストとして参加させていただきますのでよろしくお願いします。今日みんなで楽しみましょう。え、メンバー行きます。一言だけ。私も持ってるけど大丈夫そう。大丈夫そう。喋る大丈夫そう。そんな時間ないよ。寝坊したブレイです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ブルーです。今日ブルー。はい、なかなかねゴルフのしやすい天気になってるので皆さん楽しんでってください。よろしくお願いします。おはようございます。オレンジです。でピンクオーディションに受かってオレンジになりました。よろしくお願いします。おはようございます。今日はピンクになって初めてのコンペなので、皆さん一緒に楽しんでいきたいと思います。ちょっと気まずい雰囲気ですが、皆さんよろしくお願いします。ピンクに。はい、ホワイトです。今日ホワイトはあのレストランの横にずっといるので、みんな頼みに来てください。よろしくお願いします。ということでですね、時間も差し迫ってきましたので、皆さんでですね、集合写真を撮りたいと思います。皆さん集まってください。来ました。来ました来ました。おら。わ。これある。来ろ。